上司に岸田さん、かなりしたたかだということが、この後また取り扱う記事の中で、はい、じゃあ行きましょう。はい、読み解こうと思っております。はい、その前にですね、移民党と呼ばれる岸田政権についてちょっと話を進めてまいりたいと思います。うん、壮絶な強制送還の実態についてもご紹介いたします。4番です。石井隆明さんのツイートです。在留資格のない外国人の子ども、滞在容認への疑問という記事を紹介させていただきながら、クルド人の内部情報だと、子どもへのビザ通達が始まったようです。小泉龍司新法務大臣もこの政策を継続すると、一体何を考えているのか、フランス暴動のような偽暴動の種を政府自らまいているということです。5番、西村先生のツイートです。岸田政権は即刻内閣総辞職しなさい。外務大臣と防衛大臣だけは貴重な人材なので残してねということです。そしてですね、6番の記事です。暴れるよう絶叫、放尿、脱糞も。不法滞在者強制送還の実態、チャーター機代2億円超ということです。産経新聞の記事です。不法滞在の外国人を集団で強制送還するチャーター機代が8年間で2億円以上かかっていることが16日、出入国在留管理庁への取材で分かった。本来は自己負担が原則だが、送還を拒否している場合は国が負担せざるを得ず、暴れるなどした場合にはチャーター機を用意するという。不法滞在者は素早く祖国に返すべきという意見は多いが、諸外国と海を隔てた島国日本にとっては容易ではないということなんですね。ということで、この外国人不法滞在者を返すことだけでも相当な苦労をしていて、これかなり税金かかっているようなんですけれども、そうですね、先生いかがでしょうか。これはね、もう絶対に避けて通れない問題で今後ですね。でおまけに2025年問題だとかなんだかんだって言ってね、日本では圧倒的に労働力が不足していると、そういうことは、それは事実なんだからしょうがないんだけど、そればっかりこう喧伝されてるわけですよね。そういう中で、移民による労働力獲得というのは、これはもう至極当然のことであるという前提で、今すべてが動いてるわけですね。それでいつの間にか岸田政権は何の議論も経ないでですね、いきなりもう移民国家宣言しているようなもんなんですよね。で実際にヨーロッパやそもそも移民国家の最初のモデルであったアメリカ合衆国という国がですね、今どうなってるかということを考えればですね、これ日本がですね、当然そんなことをするにあたってはですよ、もう慎重に100倍慎重にするような形で熟考して考慮して、そして決めていかなければいけない問題なのにですね、もう単なるムードだけでですね、そういう方向に今流れているという、非常にその危険な状態であるということをまず認識すべきだと思います。はい。吉田さんいかがですか。はい。もう僕岸田内閣っていうのはもう西村先生おっしゃる通りね、早く総辞職してほしいぐらい、もう本当に許しがたい、内閣だと思っています。この例えば外国人の、強制送還をしようとしたら、放尿、脱糞までするみたいなですね、こんなことをやってるわけですけど、他の国と同じように、日本に入国するときに、帰国の分の費用もちゃんと貯金を見せろと、その額を提示しなければ入国させませんっていう制度を日本も入れるべきなんですね。でそして例えば運転免許証などもですね、もう今のアホな政府は、外国語でも免許の取得ができるようにしてるんですよ。でつまり日本の道交法が読めない、日本の交通標識が読めない。事故が起きたときに日本人と事故について示談もできない、あるいは警察官が来て取り調べをしても日本語で取り調べもできない、こんな人に日本で要するに車の操作ができるからといって、日本国の社会の中で日本人が命を懸けて歩いているところに、走る狂気である車、トラック、そういうものを走らせることができるという免許を与えること自体が、もう日本の国会議員に気が狂ってるんですよ、日本政府も。ちょっとまずそこから申し上げます。はい、いや、今の話、びっくりしたんだけどね、吉田さん、それ、本当なの？日本語が できなくても免許は取れんの？そうですよ。ちょっと異常な国ですね。だってもう米子先生ご存知ですよね。あれだってアメリカで免許取る。あ、だから試験場アメリカ語っていうか英語できなければ免許なんか取れないですよ。僕27、8年前にアメリカで免許取ったけども、ペーパーテストだって全部英語ですよ。当たり前のことだけどね。それで実地試験だって全部その教官はアメリカ人で英語で指示されて、運転するわけですよ。だから信じられないね本当に。これ長尾さんどう思いますかこの。そうです。だから特定技能をね入れるときに A3 レベルのっていうようなそういう議論をやっていたんでね、はいそれまでは別に日本語喋れなくたって今吉田議員が言った通りだったわけですよ。で入管法改正の時にやっぱりそういうのもおかしいよねと、ならじゃあもう合わせて免許証だったか他の資格やなんかも例えばもう英語だけじゃなくて、なんか海外の人が日本で仕事をするときにはその試験やなんかもその海外用の言葉で国家試験やらせるなんてこれおかしいですよね。おかしいですよ。だから日本の試験であれば日本語でいいんですよ。これ今警察のどうぞ。警察の問題っていうこともあるかもしれないけど国交省の方針っていうのもかなりあるんじゃないですか。国交省、あると思いますよ。警察要するに警察じゃなくて国交省の警察ですね。国家公安委員会なんでそれは別の話になるんであくまでも国家公安委員会の中の話だと思います。それは榊さんはどう思います？いやなんか今ですねちょっと見ましたら簡単に切り替えができるみたいなんですよね。技能実習生で来てる外国人に関しては。で対応言語なんかもあってですねなんか英語中国語ベトナム語でご親切にも受験ができるようになってるみたいなんですね。でセンター内のコースをちょろちょろっと完走して実装すればそれで免許の切り替えができると。でねなんかねこれやっぱりおかしいなと。私も小井先生みたいなアメリカでDMV でしたっけ免許取ろうと思ったら英語で試験受けさせられてそれでなんか不愛想な教官みたいにブチブチ言われて大変だったっていう、これがグローバルスタンダードだと思うんですけれども、この日本の外国人に対してのこの緩さ改めてなんか頭きません。財界の意向かなんだか知りませんけれどもこういったことをもうずるずるにやるっていう記者政権についてはやっぱり抵抗感しか感じないです。多分それね岸田政権っていう話じゃなくて安倍政権の時も菅政権の時も森政権の時もずっとそうだったんでこれね日本人の外国人を招き入れる感覚が間違ってるんですよ。そういう言い方の方がいいと思います。つまり何でもかんでも悪い意味でのおもてなし、日本語喋れないんだったらどうぞそれでも結構ですよそちらその言語に合わせますからっていうこれは間違ったやり方ですよね。日本なんだから日本語どうぞ。なんでそんな誤解してるのかっていうとね長尾さんね日本国憲法全文じゃないですかねもしかすると。どの部分ですか？諸外国ですよ。平和を愛する諸国民って言ってですね悪い人は周りにいませんっていう、お花畑の前提で日本の国家の存立を要するに武力とかですねそういうものは全く放棄してお話し合いだけで日本人の命を守れるってこの虚空の前提ですよね。そういうのはやっぱりなんか変なふうに洗脳の中のなんかあれになっちゃってるんじゃないのかね。だから多分国会議員と政府の官僚っていうのは本当にものを知らない人しかいなくてですね、言語というのが国家にとってどれだけ大事なものかということを全然理解していないんですね。日本という法域、日本という国家の中では意思疎通をする共通の、コミュニケーションツールは日本語なんですよ。その日本語というのを国民あるいは、在留者が全部意思疎通ができるために義務教育というのをするんですね。小中まで。でそして最近は高校まで事実上の義務教育に近いですけれどもこの義務教育を受ける義務ですね親は子供に受けさせる義務がある、子供は権利があるんですが、これをやらないと社会が存立しない。要するに人々がまともに意思疎通をして、きちんとした行動を取れないということが前提だから、日本語が話せない人が日本にいちゃいけないんですよ。だから外国から日本に来ると観光客ならいいんですけど、日本に住んで働いてなんとかっていうことを求める人は、まず日本語で意思疎通が義務教育レベルでできないと働いちゃいけないし、いちゃいけないんですね。もしくはいるために日本語の習得の努力をしなきゃいけない。その前提を吹っ飛ばすバカな国会とバカな政府がおかしいんです。一つだけ反論させて、はいはいはい、どうぞ。そういう議論はあるので、うんおかしいですよと、まあバカバカを連呼されましたけれど、ちゃんと吉田議員と私と同じような、あとこの文化人放送局をご視聴いただいている皆さんと同じような発言というのは行政や国会の議員の間にもあるので、まあ、最終的には結局そういう議論があったけれどもその着地に落ち着いたということ、これはけしからんよねということ、まあ、ちょっとそういう表現にとどめておいてもらった方が心が穏やかになります。ですから、長尾先生みたいな方が国会にいらっしゃってきちんと論順を張っていただければいいんだけど、まあ、例えば今回の岸田内閣がやったのは、日本語が話せない日本人の血統が一滴も入っていない、不法滞在者、子ども400人、いきなり、在留許可を与えるとかですね、日本語話せないんですよ、この人たち。もうね、わけわかんないですね。うん、ただそれに対して、岸田さん、それはおかしいよねっていうことを言ってる国会議員はいっぱいいるので。佐藤正久さんも言ってるし、高取修一さんも言ってるし、赤池正明さんもそういうことを言ってるんで、まあ、ちょっと国会議員一括りにちょっとバカバカ連呼だけはちょっと遠慮いただかないと、ちょっと私もかばいたくなるんで、そこはよろしくお願いします。訂正させていただきます。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。現実野党と劣化野党としてですね、話題の日本民主党さんのお話を取り上げしたいと思います。ついに自民党越えということでございます。10番です。